否定していませんでした。ところが、はるか下の方から、かすかに返事が聞こえてきたのです。大丈夫だよ、お父さん。ハリーの声です。そこから出してよ。偶然にも、ベニヤ板がちょうど、井戸の穴の大きさに割れて、ハリーは、その割れた板を踏んだまま落ちたのです。つまり、細い管を、二人乗ったまま落ちたので、空気の抵抗があって、スピードが遅くなったのです。そして今、ハリーは、井戸の水面に、ちょうど人のように浮いた板の上にいるのです。井戸の中は真っ暗で、ただ、遥か上の方に、光が小さく見えるだけでした。お父さんはあまりのことで気も狂わんばかりでした。助けに行くから、ロープで下ろしてくれ、と、小石仲間に言いますと、いや、それはダメだよ、とみんなが止めました。こんな狭い井戸じゃ、明日から兵を突き落としてしまうぞ。さあ、頭を下にして降りる。ダメだ、身動きできなくって、一人とも死ぬぞ。そうか、お父さんもわかりました。ロープだ。けれども適当なロープはなくて、あるのは掃除用のケーブルだけです。お父さんは手を傷だらけにしながら、夢中になって重い硬いケーブルを井戸の中に下ろし始めました。ケーブルは井戸の中でくるくる巻くだけで一人行きません。相当諦めて引き上げ